こんにちは、岡崎です。 OK 先生です。今回は国語教科書もののふの心、言葉と言葉の解説をやっていきたいと思います。今回の文章の中で言葉とカタカナの言葉というのが分けて使われている。このカタカナの言葉っていうのは辞書に載っているような自分とは関係のないところで決められた言葉の意味ではなく、一人一人の経験の中に生きている私たちの心の中にある言葉を超えて出現してくる言葉、例えば美しいっていう言葉、みんな意味はわかると思うけど、みんなが実際に美しいものに出会った時、それをただ単に美しいと表現していいものかどうか迷う時があるよね。そのものは何か美しいという言葉を超えてみんなの心の中に現れている。私たちはそんなカタカナの言葉をもっと大切にしなければならないのではないでしょうか。それが今回の文章の主張です。では一緒に見ていきましょう。このチャンネルでは中学生と高校生の国語教科書の解説動画を配信しています。この動画の最後に今回の文章が載っている教科書の再生リストが出てきます。その中には他の文章の解説動画もたくさん入っていますので、チャンネル登録してお見逃しがないようにしてください。それではやっていきましょう。みんな思うっていう言葉をひらがなで書いたとき、それはいろんな種類の思うが含まれているよね。そう、ひらがなは多種多様なものを包み込むといった役割がある。でもこの思うを漢字に直したとき、漢字になるとぐっと意味が狭まって、その思うが特定の意味になる、ある働きを際立たせるといった力が漢字にはある。例えばこの思うというひらがなを漢字に直したときに、なんとこれだけの種類がある。これらの漢字は全て思うという意味を持っている。でもそれぞれの思うは意味が違ってくる。そこでは過去のことを思っているのか、現在のことを思っているのか、未来のことを思っているのか、それを意識して思っているのか、それともそれを無意識で思ってしまっているのか、漢字で表すとどういう種類の思うなのか、それがはっきりしてくる。例えばこの忖度の忖、これも思うという意味なんだけど、忖度というのは相手の気持ちを押し量る、思いを巡らすとかよく考えるといった意味がこの忖度の忖という漢字にはあるわけ。また記念の念という漢字も思うという意味があるけど、これは祈るといった思いの気持ちを伝えてくる。だからね、みんな今自分が感じていること、思っていること、それはこの漢字の中のどれに当てはまるんだろうか、それってはっきり言えない時がある。ある2つの漢字の間だったり、その中に3つや4つの思うという気持ちが含まれていたりする。そう、みんなは文章を書くとき簡単に思うという言葉を使っているけど、実際に自分の思いを正確に表現することなんてできないはず。そもそもね、みんな自分が本当に何を思っているのか、それがよくわからなかったり知らないってこともよくある。今日はなんとなく気分がいいなとか、なんとなく不機嫌だな、こういうふうに感じるとき、それはなんでそんな気持ちになるんだろうか、その原因がはっきりと言葉にできないときがある。そんな気持ちになっているとしか言いようがないときがあるよね。だからね、みんな言葉を話したり書いたりできるけど、実は言葉を自由に操っているようで、本当にそこに自分の気持ちが表現できているのか、あるいはちゃんと相手の気持ちを読み取れているのかというと、実際なかなかうまくいってないことがある。だから私たちはその気がなくても自分の言葉によって相手を傷つけてしまうときもあるし、逆に相手を救うような光をもたらすような言葉を意図せずに発するときもある。谷川俊太郎の言葉という詩の中で言葉と心の関係が歌い上げられているんだけど、そこで言葉は涙のように私からこぼれた、こういうふうに表現されていたり、笑いのように私から弾けた、こういうふうに表現されている。涙とか笑いっていうのは自分がそうしようと思ってできるものではなく、自然と溢れてくるものだよね。それと同じように言葉っていうものも自分が考えて正確に捉えようとして発せられる時もあるかもしれないけど、無意識にそれがこぼれてくる時だってある。その言葉は誰かから聞かれてそれに答えようとして発せられるものでもなく、今の自分の気持ちにぴったりの言葉があるかなと思って辞書から選ぶものでもない。もちろんそうやって言葉を探したり書いたりする時はあるけど、そうではない時、自らの心から自然と溢れてくる言葉っていうのも確かにあるよね。
そう、言葉っていうのは時に涙とか笑いのように意識の壁を乗り越えてこの世の中に現れてくる。でもその時の言葉っていうのはその場限りのものでもう二度と繰り返されることのない言葉。もちろんね、美しいという言葉は今日も明日も明後日も使うことができる言葉で繰り返される言葉。でも今日何かを見て美しいという時の美しいと明日別のものを見て美しいという時の美しいは違った意味を持っている。たとえそのものが同じであったとしても今日と明日でみんなという存在は変化しているからその時に感じる美しいという気持ちは変わってきているはず。そう、この世に同じ涙が存在しないようにね、みんなが今日泣く涙と1年前に泣いた涙、その涙の成分はほとんど同じかもしれないけど、その涙が持つ意味は違うよね。それと同じように人間は二度と同じ言葉を口にすることができない。同じなのは美しいという表記だけで、その言葉が持つ意味も響きも律度リズムも二度と繰り返されることはない。そう、言葉とはその時限りのものだから、それぞれの言葉に生まれた場所というものがある。で、その言葉はそれぞれの場所でオリジナルなものとなっているから、もう二度と別の場所に同じものが現れてくることはない。つまりみんなが昔発した言葉というのはもう二度と繰り返されることなくそのまま彼方の世界へと消え去っていくもので、そうやって消え去っていく言葉をなんとかもう一度この世に引き戻そうとするのが詩を書くということなんだね。みんな自分が以前美しいと言った言葉にその言葉が生まれた場所、その時見た景色や何かに郷愁を覚えている、懐かしいなという気持ちを持っている。で、そういった言葉が生まれた場所っていうのはもう二度と繰り返されることのない永遠に動かない場所だから、そういったものとのつながりを求めるっていうのは永遠とのつながりを求めるっていうこと。その時の言葉とつながりを持つことはその人を永遠界へと導くことになる。その時にみんな過去の言葉とつながりを持とうとする時、みんなは詩人になるの。いやいや、自分は詩人でもないし上手い詩なんて書けないよ、そういうふうに思っていたとしても、過去に自分が発した言葉を思い出してその時の言葉の意味をつかもうとする時、それはみんなの中にいる内なる詩人を呼び起こさなければならないの。先ほど言った通り、詩というのは彼方の世界に消えていこうとする言葉をもう一度自分が生きているこの世界に引き戻そうとする働き、試みだから。実は言葉というのは3つの層があると考えることができる。まず1つ目は辞書なんかに記されている意味のような言葉、この言葉の意味はこういう意味なんです、そういうふうに書かれていればみんなある程度不自由せずにその言葉を利用することはできる。そんな妥当性を持った誰が見ても同じような意味を感じることができる記号としての層が、まず一つ目の言葉の層、記号っていうのはそのもの自体が持つ意味とは別の意味を持っていること。例えば赤信号っていうのは赤いライトという意味の他に止まれという記号としての意味を持っているよね。美しいという言葉だって美しいという音、発音以外に美しいという意味、記号としての意味を持っている。で、その次に言葉にはその人だけが感じることができるようなそんな実存の層がある。例えば努力という言葉、人がやっているのを見ているだけの人と実際にたくさん努力したという経験を持っている人ではその人たちの感じ方といったものが違ってきているはず。で、その次にそういった個々の経験を包み込むような象徴の層としての言葉がある。みんな努力という言葉とか美しいという言葉、それに対していろんな経験をしていると思うけど、そういった一人一人の経験を包み込んでまとめ上げて多くの人が共感できるようなそんな象徴としての意味を持つような言葉を作り出すことができるような層。例えば十字架という言葉からみんなはキリスト教を思い浮かべることができたり、鳩という鳥から平和を思い浮かべることができるようにみんなの経験体験が集まってそこから一つの意味が生まれてくるようなそんな言葉の層といったものもあるわけで、この詩人っていうのが一番の記号としての層の言葉を、二番の実存的体験を媒介仲介にしながら、つまり詩人が持つ体験に照らし合わしながらそれをみんなに伝わるように、3番の象徴へと新しく生まれ変わらせることができるもの。そうだよね、詩っていうのは自分の体験をもとに書かれているんだけど、それがみんなも理解できるような
広い共感を得ることができるようになる。そういうふうに言葉を生まれ変わらせることができるもののことを詩人というふうに呼ぶんだね。で、この文章の中で筆者の若松英輔さんは言葉をカタカナで表記している。このカタカナの言葉っていうのがここの2番と3番の層を意味している。それは辞書に書かれているような、この言葉はこういう意味といったような、決めつけられた記号としての言葉ではなく、個人の体験の中で生まれてきた言葉であったり、みんなの体験をまとめた時に出てくる言葉だったりする。そういった人々の内側から辞書的な意味を超えて出現してくる意味、それをカタカナの言葉というふうに言っているの。実はみんなが使っている言葉の奥には、その言葉になる以前のカタカナの言葉があるはず。例えば誰かのことを好きになった時、その気持ちは好きという言葉一言で言い表すことができるだろうか。その気持ちは激しく自分の中で膨れ上がっているけど、それを全部うまく言葉で表現することができないほど言葉を超えた存在なんではないだろうか。実はね、こういったカタカナの言葉は芸術からも感じ取ることができる。芸術家っていうのは、まあもちろん言葉によって自らの作品を説明するときがあるけど、基本的にはその作品の中で自分が感じたこと、表現したいことを読み取ってほしい、こういうふうに思っているよね。つまりそれは言葉によって表現できない、言葉には限界あると悟っているから、あえてカタカナの言葉を使って書き言葉や話し言葉以外のものからあることを表現しようとしていっているわけ。つまり画家が使うカタカナの言葉というのは色彩とか線とかがあるし、音楽家が使うカタカナの言葉は旋律、メロディーとか、その曲が途切れる沈黙であったりする。あるいはその音楽の響き自体がカタカナの言葉となっている。で、彫刻家の使う言葉は形であったり、舞踏家、ダンサーの使う言葉は舞、踊りというカタカナの言葉であったりするよね。こういったカタカナの言葉は漢字の言葉とは違って、人の理性とか知性だけに訴えかけるのではなく、感性とか時には霊性、霊感といったものにも訴える。例えばね、宗教といったものは基本聖典といった形で言語表現を持っているけど、例えば仏教であれば仏典、キリスト教であれば聖書、イスラム教であればコーランといった文字を持っているけど、そういった言語表現以外に非言語表現といったものも持っている。それは例えば建物、寺院であったり、宗教画であったり、製造であったりする。そういった建築とか絵画とか、あるいは儀礼といったものを通してみんなに何かを伝えようとしているよね。実はどの宗教も漢字の言葉だけに頼っているのではなく、カタカナの言葉にも頼っているの。イスラム教であればモスクという礼拝所を持っていて、そこの色彩とか形の中で包まれることによってそこで礼拝している人たちは何かを感じ取る。キリスト教であれば賛美歌を歌うといった教会音楽といったものがある。実はね、日本の中世においてもこのカタカナの言葉といったものは重視されてきた。905年に成立した古今和歌集では、集めた歌をまず春夏秋冬の四季によって分類した。それによって日本人は四季を分けて感じ取ることができるようになった。以前の動画で古今和歌集の仮名帳を解説したけど、この作者である紀貫之は詩人哲学者といってもいい存在。紀貫之は仮名帳の中で和歌をこういうふうに言っている。人の心を種として無数の言の葉となる。そう、それは木に葉っぱが生い茂るように、みんなの心の種から生まれた言葉っていうのは葉っぱのようにたくさん生い茂っていく。ここでは発言とか執筆といった話し言葉や書き言葉だけが言語として考えられているわけではない。あらゆる行為も言葉として認識されていることから、言葉をカタカナの言葉として捉えていることがわかるね。そのカタカナの言葉を発するのは人間だけではない。鼻で鳴くウグイス、田んぼで鳴くカエル、そういった生きるものすべてが歌を読む。そういった生物はもちろん人間の言葉を操ることはできないから、彼らが読んでいる歌というものは、カタカナの言葉だということがわかる。そう、ここで紀貫之は和歌というものを、漢字の言葉ではなくカタカナの言葉で作られているものとして捉えている。そう、みんなには漢字の言葉の奥に眠るカタカナの言葉の存在をもっと意識してほしい。それが例えば悲しみという言葉であったとき、実はその悲しみはみんなの心の中にあるのではなく、その中で人は生きているということに気づくはず。なぜならその悲しみという言葉は、
一人の心の中だけに存在するものではないから、人間一人一人は別の体験や経験をするけど、そこには何らかの共通性があって、それをみんなで共有することができる。言葉には象徴としての層があるんだった。だから詩人はそのことに気づく。自分たちは悲しみや嘆きの中で生きているということに。そう、詩人というのは個人の思いを表現する。その人の個人的な思いを言葉にする表現者である前に、もっと周りのものとつながりを見つける。何者かからの言葉を託される預言者でなくてはならない。そしてまだ言葉になっていないその感情、思いの中に秘められた意味を見出すこと、それが必要となってくるし、そのためには客観的に外側からある言葉を眺めているだけではダメ。みんなに見過ごされちゃっている悲嘆から、悲しみや嘆きから、離れた場所にいて言葉を紡いでいくこと、それは許されておらず、自分を含めた人々がその中に生きているということを実感すること、その中でカタカナの言葉の意味を見出していくこと、それが求められているんだね。どうですか、今回の授業分かりましたか？言葉にならないものを言葉を使って説明するのは難しいけど、こういうふうに例を挙げてしっかり説明されていると、筆者の考え方がよく見えてくるね。みんなもう一回今回の文章を読み直して、みんなの中にある、そして人々の中にあるカタカナの言葉を大切にしてください。それでは今回の授業これで終わりにしたいと思います。いつもいいね、コメントありがとうございます。これからも頑張って授業動画を出していきたいと思いますので、応援のチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の授業でお会いいたしましょう。さよなら。